よせよこせ。あーじゃ、校長先生、話長い。はいどうもー、ココスコスケ配信者のおよそごさん。昨日は、冒険者翔太さんの生放送行って、サメが釣れたから、スパチャを投げたんだけど、コメント読んでもらえなかった。ってことで、コメ編いきます。コンニー。あ、動画間違えた。それドラちゃんさん。何が起きても、ドラちゃんさんと俺の動画間違っちゃダメ。ドラちゃんさんに失礼だろ。イヤホン外して聞いてたら急にうるさくなって弟に怒られた。慰謝料投げキス。これでいいか。あれれ、ゴーさんよ。先週のチャレンジャー来たのはマグレなのかな。あれれ、今週のチャンピオンマジ強い。全然勝てん。マグレかも。底辺 YouTuber 引退早々よ。早大物 YouTuber になって。毒があるようでめちゃくちゃ愛のあるコメント上り詰めるわ。ゴーさん本当に面白い、大好き。俺も大好き。声真似しないんですか。声真似ができないんだよね。あと同じ界隈に声真似の神様がいるから、どう頑張っても勝てない。だからしません。いや、おチコロスイよ。似てねえな。どうせこのコメント読んでないんでしょ。めちゃくちゃ読んでるよ。動画にも使ったよ。最近見始めたんですけど、面白くて癖になります。どんどん癖になろう。毎日の日課にしよう。朝起きる、歯磨く、ご飯食べる。俺の動画、ゴーさんの動画見てたら横にブレブレだけど雲がいました。責任取ってください。コメ編待ってます。お前ら見たか。ドラちゃんさんが俺のこのクソみたいな動画を見てんだぞ。視聴者のみんな誇らしく思う。だが心配するな。緊張したら俺の動画じゃなくなる。そのままでいこう。 This is my lord。 ちょ、意味は分からんけど。あとドラちゃんさん、この雲やばいっす。多分残像剣使ってます。ということで本日の企画、東急10万8000でー一般チャンピオン行ってみたー。ダイヤが少ないんでね、ダイヤを取りに行こうと思います。ちょっとデリエリ使うのを許してね。ということで本日の気合いデリエリでございます。パーティーはこんな感じです。必殺飯食べていきます。デリエリ使ってごめんなさい。それでは行ってみまっしょ。イエー、はい、お願いします。このね、パーティーマジでよしよしよし。あの高校でも全然いいのよ。札はね、ここにね、左端がゴーセルの攻撃禁止札だと一番いい。待って、1ターン目に必殺打つの？それは勘弁よ。いや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 、マジか。いや強いな。ちょ、1ターン目必殺は響くね、さすがに。これはもうだって、もうこうするしかないよね。これで回復して止める、これしかないと思う。とりあえず相手に回復がないことを祈りながら、あのハレンガーデン、大丈夫大丈夫、回復はない。いっぱい固まれ。1枚。あー、まあ札はいいんじゃない。いや、あるかー、あったかー。キャン！危ねー。どうするこれ。これもう一回石化して必殺打てるようにしとくか。これでもうここは懲りずにもう石化。いっぱい固まれ、いっぱい固まれ。1枚。2連続1枚。ちょ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 、もう必殺出らしい、いよ、しなくて。ジョーカーの K、ジョーカーの K。 ねえ、あだ、あー、そっか、点火ついてるもんな。あ、まあでもね、でも大丈夫じゃないこれ。あ、オッケー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 。インジェクション使えるし、オッケー。必殺打って、で待って待って、必殺打って血倒してインジェクション、これで必殺も打てる。よし、いいぞ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 。大丈夫大丈夫大丈夫。で、マメリ落とします、マメリ落とします。オッケー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 。大丈夫、解除札はない。よし、大丈夫。よし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 、いいぞ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 。マメリ攻撃してくんな。よし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 。じゃあこれね、もうリリア撃たれていいと思う。バフ貼っといて、こっち必殺でやって、こっちをこれでやります。ここはでもリリア俺全然やられていいと思う。リリアに撃たれてぶっちゃけ大丈夫。落とせデリエル。よし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 、そのまま落として落として落として、よし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 。いや、これ投球ね、低くても、おお、微妙だな、微妙だなこれ。まあね、ここでゴーセルが落ちればね、いい感じになるんだけど。よしよし、落ちた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 。微妙か。あ、でもまあいいか、大丈夫大丈夫大丈夫。あのね、デリエリが1体残ってればもう勝てる。俺はその計算で言ってる。来い、よし、札来た、札来たぞ、2人だと。インジェクション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 スチェクション。バリア張って、それか、待て、バリア張っていくか。バリア張って、まあ必殺はまだいっか。これこっち攻撃でいこう。バリアからの、いや強い、大丈夫です大丈夫です、割れません。はい、大丈夫、割れました。一回札あれだな、もう一回バリアして、もうこっち倒しちゃっていいかな。これでもう一回倒してます。これでパーフェクトキューブ。いけ、いや倒せねんかい。倒してくれや、そこは。
え、勝ったってこと？あ、そういうこと。うわ、優しい優しい、そういうことか。なんじゃ今の人、優しさの塊や。なんかああいう人が増えるとね、なんか煽られましたとかなんかツイッターで言うのもねなくなると思うんだけど、まあ俺煽られてもめちゃくちゃキレるだけだけどね。めちゃくちゃキレるよ俺煽られたら。はい、お願いします。また貫通ばや。東京だ。ちょっとね、ちょっと高いけど、ああいつか、大丈夫だい。やべ、ゲップ出た。よし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 、ここはもうここは素直に、ここは素直にね、多分今ので重なったから、ここはもう素直にデリエリ貯めてこう。多分リリアの札が回復か必殺ヘラしかなんか溜まったから、ここはもう素直に順してこう。順してこう、みんなで。ね、ここさ一つ言っていい？ここさ、リリアなしでこう、あ、リリアじゃなくて、いやでもデリエリ打つか、デリエリ打った方がいいな。デリエリ打って解除札とこれで必殺打てるやん。オッケー、デリエリ打って解除札、オッケー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 。次周りに出てくんな、周りに出てくんなよ、周りに出てくんなよ。オッケー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 。あれ、俺なんか立ち回り上手くなってない？周りに来んな。いやそうだよな、大丈夫。オッケー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 。リリアいなくなったマメリはそんなに強くない、大丈夫。よし、こうしてこうして、これ攻撃禁止の方がいいよね。怖いのか。よし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 、攻撃禁止してオッケー。これは勝ったでしょ。インジェクション一応打っといて、必殺打って、あとね、マメリは多分落ちないと思うから、マメリ石化していきます。いけー、必殺で全部を蹴散らしてくれー。やめてくれー、計算バッチシナイス計算、素晴らしいな俺。あるし強い、札めっちゃ良くないこれ。この札がね、マジで一番いいんだよ。攻撃禁止だなこれ。大丈夫大丈夫、攻撃禁止されても全然大丈夫。ここでデリエリをランクアップさせて、インジェクションを使ってデリエリの札を動かすことで、デリエリもどっちも必殺が打てるんだよこれ。だからね、これこの並びでこの札が一番いい。はい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 、はい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 、やってますね。血迷い学園ですね。ことで必殺打ってこうして、どうしよっかな、キング貯めときましょう。必殺いったっていったってやっちゃって、はい、強い強いわマジで。あ、なんか重なったな、リリアか。大丈夫大丈夫、リリア重なったぐらいじゃもうどってことないですよ、僕の強さからしてしまえばね。やっぱ裏回り多いな。でもここね、もう勝ちと言っても過言ではないんですよ。これなぜかというとね、石化が2枚あるからです。大丈夫大丈夫大丈夫、全然大丈夫で、これはもうキングに石化で、マーリン止めて、リリア止めて、オッケー。やべ、ゲップ出た。なんか辛ラーメン食ったんさ、昼めちゃくちゃゲップ出る。アロじゃあ回復して、回復して必殺打って、最後残ってるやつを蹴散らしましょう。でしょでしょ、みんなでしょ、めちゃくちゃ勝てんだよこのパーティー。え、マジでデリエリ持ってる人はこのパーティーでこのあれでやってほしい。まあ俺これ視聴者の人に教えてもらったんだけどね。あたしたー、めちゃくちゃ早く終わっちゃったかもしれないけど、こんぐらいにさせて、本日もご視聴ありがとうございました。皆さんの高評価コメントが私のモチベになります。よろしかったらチャンネル登録高評価コメントお願いいたします。バイバイ。